シェフィールド植物園シェフィールド植物園は、イギリスのシェフィールドにある植物園。19エーカーの敷地に約5000種の植物が植えられている。ロバート・マーノックによって設計され、1836年に開園。庭園の最も注目すべき特徴は、2003年に復元、再建されたイギリス指定建造物に急に指定されているガラスパビリオンである。 その他の注目すべき構造は、メインゲートウェイ、南の入り口のロッジ、ベアピット。1833年、シェフィールド植物園芸協会が設立され、翌1834年までに7500ポンドの資金を調達した。資金は、株式の売却によって調達され、地元の鍵タバコ製造業者であるジョセフ・ウィルソンから、南向きのロ地チ18エーカーを購入した。 植物園は1836年の夏に開園し、同年に1万2千人が訪れた。19世紀末、シェフィールドタウントラストが株主に1株あたり5ポンドを返済し、庭園の管理を引き受けた。タウントラストは入場料を廃止し、以来植物園への入場は無料のままである。所有者は引き続きタウントラストであるが、1951年12月18日、 シェフィールドコーポレーションが99年間のリースに調印し運営を引き継いでいる。シェフィールドボタニカルガーデンズ、ピープル、プランツパビリオンズ、RA ハンター2007ありがとうございます。